高円寺から、こんばんは。なんかめっちゃ混んでますね。事故かな。旅放題がなくなることを見越して、全国の無料の充電スポットをはしごすることによって、どこまで行けるか試してみようのシリーズでやっております。今回山中湖まで行って、山中湖をメインベースにしていろんなとこに行ってみようと。できれば伊豆半島一周したいんですけどね。調べてみたところ、伊豆半島の先っぽにも20キロワット出力ぐらいの無料の高速充電器あるんですよ。時間があれば行ってみたいとは思います。ただですね、20キロワットの充電器、まあ、高速とは呼べないような気がするな。低速充電器20キロワットですよ。僕の車62キロワットですから、20キロワットで満タンにするのって3時間かかるんですよ。3時間かかるっていうことは、30分充電を6回やんなきゃいけないでしょ。さすがに何かのついでにやりゃいいんですけど、他の人の迷惑になる可能性が超高いっすよね。しかも土日に行けばバッティングもするでしょうし、いやー、そうだ、旅放題がなくなると無料充電器に皆さん集まりがちになるっていうこともありますからね。そうか、そうすると今まだゼスプロ2僕全然残ってんすよ。4年半ぐらい残ってんすね。残ってんすけど、まあそのゼスプ2、旅放題がなくなったらどうなるかなってシミュレーションしてみようと思って旅に今出てるわけですよ。実際に僕のゼスプ2が4年半後になくなってたら、無料の高速充電器ってめちゃめちゃ混んでんのかもしんないですね。もうとても乗り継いで旅なんか行けないぜみたいな。そうか、その可能性もあるんですよね。っていうことを考えると、ほら、ゼスプ3の目的が渋滞充電の緩和だとか言ってるじゃないですか。あれってユーザーとしては潜在的に受け入れてる部分もある。まあすいません、ユーザーって一般化しちゃいましたね。少なくとも僕はですよ、僕は潜在的に受け入れてる部分があるんですよ。無料だから多少混んでてもいいだろう、混んでる時何して時間潰そうかなっていうのをまあ考えてみたいなね。だからその渋滞を受け入れてるのは なぜかっていうと、定額で安いからですよね。充電するのが有料で充電してたらもう頭きますけど、そこを日産が分かってないんですよね。充電の緩和が目的だ。まあそもそも日産の意図が充電の緩和なんかないですからね。しかし東京ってめっちゃ混みますね。左です。でもですね、頑張って夜中のうちに東京を抜けた方がいいんすよ。環八に入りました。でこれなんで夜のうちに抜けた方がいいかっていうと、朝早く出ればまだ渋滞はまだいいんすね。で朝早く出ようと思っても寝坊するじゃないですか。で寝坊するともう行かなくてもいいかなってなっちゃうじゃないですか。でとはいえ夜中の12時過ぎだと眠くなっちゃうじゃないですか。でそうなると、まあ夜出なくても朝でもいいかなと思って寝ちゃうでしょ。そうすると朝起きれないじゃないですか。で朝起きれないともう旅そのものが中止になっちゃうわけでしょ。なんで仕事終わりのこの時間に出るっていうのが僕的にはベストなんです。眠くなったら今日は山中湖でとりあえず車中泊をして、明日の朝また何しようかなって考えると、これですよ。そんでほら、さっきまで何を喋ってたのかもう綺麗さっぱり忘れてますよね。ゼスプ3かな。ゼスプ3がなくなってゼスプ2がなくなっても戦えるかどうかっていうのをやりたいと。でゼスプ3を始めた日産の言い訳がもう嘘っぱちだっていうことですよね。いやもうあのユーポンさんにコメントで教えてもらって、神奈川日産がゼスプ3を語るみたいな動画が出てるっていうのを教えてもらって見たんですけど、もうツッコミどころが満載すぎてもうコメントを書こうかなと思ったんですけど、うーんってもうなんかすごいひどいことしか書きそうになかったんで、ちょっと冷静になろうと思ってやめときました。そしたらユーポンさんもですね、僕チャンネル持ってるんで、坂本さんはチャンネル持ってるからやめた方がいいですよって冷静なコメント後でいただいてたんで、おう、考えることは同じだなと思って、ありがとうございますと、そういう感じですよ。で、あの神奈川日産のゼスプ3の動画はですね、ユーポンさんと全く同意見で、あれはもうなんかもう自分の意見というか、もう日産の言ってる社内資料をそのまま読み上げてるみたいな感じですね。でも僕なら恥ずかしくてあんな説明できないですけどね。矛盾だらけのツッコミだらけで、いいのかな、言ってもいいか、あれなんですけど、まずですね、
一番最初に言ってたうちの店に来てくれる人たちにアンケートを取ってみたっていうのがもう恣意的ですよね。アンケートを全員取ってるわけでもないし、母数も明らかにしてないし、でそもそもですね、あんなアンケート取るんじゃなくて、日産で充電状況の車両データ取ってるわけですからね。あの店舗だけのアンケートどころか、日本中世界中に存在するリーフがどれぐらいのパーセンテージで充電してるのか、家充電してるのかって日産はデータ持ってるわけなんですよ。なんでわざわざあそこでアンケートがどうのこうのって言う必要がないんですよね。でさらにですね、滑稽なのが、その次に出してきたのが何だったっけ、忘れちゃった。ちょっと一回もう一回あの動画見ますよ。ちょっと待っててください。ちょっと待っててくださいって言っても、僕のこの YouTube 見てる方は編集するんで一瞬だと思いますけど、ちょっと見ますんで。見ましたよ。なんかあの内容で広告が多すぎる。3分ごとに広告入ってますからね。ちょっと困った。で、あと、なんかもう言ってることが尻滅せりすぎて、って感じですよ。で、あれ、あの、ゼスプ3の話をしよう。神奈川日産ですね。それ見て思ったのが、もうね、もうこの人たち多分悪くないと思うんですよ。神奈川日産っていう会社で働いてて、会社のスポークスマンとしてやるんだったら、もうしょうがない、ポジショントーク取らざるを得ないですよね。この動画で、いや、ゼスプ2の強制廃止はダメだなんて言ったら、もう仕事なくなっちゃいますから、この、なんて言うんですか、菅野さんと松本さんを責めるつもりは全然ないんですよ。僕が菅野さんと松本さんの立場であれば同じことをしたと思います。自分で矛盾は感じてるかもしれないけど、まあ、家族養わなきゃいけないですし、自分も食ってかなきゃいけないから、もうできる限りのことはやりますよ。だからそのお二人を責めるつもりは全くないです。神奈川日産を責めるつもりも全然なくて、ただ一点責めるんだったら、もう取締役には責任ありますよね。そういうことやっちゃうとすれば経営責任ってやつですよね。で、まあ批判の相手方というか、その批判の矛先をどこに向けるかって話は置いといてですね、となると何も言えなくなっちゃうな。何も言えなくなっちゃうけど、まあ一応言いますよ。まあ、話の仕方ですよね。主張の仕方というか、相手を説得させるこう話術というか、組み立てというか、この二人決定的に間違ってるのは、先ほども僕が申し上げました通り、パーセンテージのアンケートを取ったっていう話なんですよね。で、アンケートを取るときって母数を明らかにしなきゃ意味がないんですよ。で、意味がないし、で、かつ、今回アンケート取る意味すらもなかったっていう話なんですよ。さっきも言って繰り返しになりますけど、日産はデータ持ってますからね。で、その、今でも探せばあると思いますけど、それビッグデータとして販売もしてますから、で、そっから30何パーセントの人が家充電をしてないよって言っちゃってるじゃないですか。もうこれって誘導じゃないですかって言われりゃおしまいで、例えば、第三者を立ててディベートをした時に、そういう風な反論されたら、もう、この神奈川日産の人たちが主張している根拠そのものを潰されちゃってるわけですから、もう何も言えなくなっちゃいますよね。で、おそらくですね、この方々は、あえて言ってなかったと思うんですけども、充電の渋滞を緩和するため、という目的があるんだったら、達成できる手段が他にもあったんですよ。料金を値上げするっていう手段以外に。それは、もう端的に言えば、すべての日産の充電器の上限を 80% に抑えることです。リーフ乗ってらっしゃる方はよくわかると思いますけど、バッテリーが 80% から充電を始めるって、とんでもない時間かかるんですよ。リーフまだお持ちでない方で、買おうかなって興味持ってらっしゃる方のために説明すると、バッテリーって特性がそんなもんなんですよね。バッテリーの充電の受け入れをマックスまで 80% から 100% までやっちゃうと、バッテリーがめちゃめちゃ熱を持って下手したら爆発したりするんですよ。なので充電の効率っていうのは 100% に近づけば近づくほどだん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 下げていくんですよね。それは普通の今の携帯電話も同じです。ただリーフ乗ってらっしゃる方が皆さん同じようにその知識を持ってるわけではないので、 80% ぐらい充電があってもただだからまあ充電していこうかなって思うのは当たり前の話なんですよ。で、それがですね、リーフ乗り同士のいさかいのもとになっているのかななんて僕は思うわけですね。慣れてらっしゃる方からすれば、いやいや、それ 80% から充電すると、俺ここで待ってんのに無駄じゃないって思うわけですよ。ただ皆さん優しいんで、それを面と向かって、
充電してる先客の人に言ったりはしないと思うんですね。でも言えないだけストレスってやっぱ溜まるんですよ。で充電が発生する、充電が発生するっていうか、なんかちょっと嫌な気分になるじゃないですか。俺もうほとんどゼロ近いのに 80% から充電して効率超悪いのにやっちゃうのみたいな。でそれを解消するんだったら 80% 以上は充電できないっていう風にすればいいんですよ。東京都庁のあの超高速充電器みたいに、あそこは運用めっちゃよく考えてある。あれはいいと思う。なんで日産の全部の充電器が 80% までしかできないってなれば、充電の渋滞って発生します？俺多分しないと思うんですよね。そしておそらく充電しないだろうっていうデータは日産自身が持ってるんです。全部のこの世に存在する全てのリーフ、このリーフって多分ドコモだと思います。ドコモの 3G の SIM が刺さってんですね。だから車両からデータ送信してるんですよ。今のバッテリー状況がどれぐらいで、どの速度で充電していて、どのバッテリー量になったのかっていうの全部わかってるんです。とそこまで考えるとですね、もう日産のゼスプ2を廃止にした、しかも猶予期間なく、猶予期間なくっていうか、一部の情報が早く降りてきたユーザーには一回切って再契約で再度5年使えるっていう優遇を与えるという、不公平な利益を与えつつも強行したって、これはね僕はねひどいと思います。リーフ自体は大好きですよ。 24kW から E プラスに乗り換えてめっちゃ楽しいですから。僕の他の動画も見てもらうと分かると思いますけど、もうリーフで良かったなっていう場面が、もう買って正解だったなっていう場面がいっぱい出てきますんで、ただ僕が言いたいのは、ゼスプ2をいきなりやめたっていうのは超問題だということなんですよ。でしかもそのやめたっていう理由が稚拙すぎます。もうちょっと考えて僕らが納得するか、または僕らをうまく騙せるぐらいのロジック組んで挑んでもらいたかった。あとは突っ込ませてもらうと、一番最初に言ってたアプリとかの定額で、まあお試しキャンペーン期間で無料期間みたいなもんなんですとか言ってますけど、あれ全然違いますからね。継続的な供給契約ですから、充電できる電気自動車にとって電気充電を定額でできるっていうのはもうそれライフラインですからね。アプリの無料期間とは全然話が違うんですよ。例えば物をあんまりにも安く売るみたいなのを廉価販売って言うんですけど、廉価販売は独占禁止法で規制の対象になってますよね。残念ながらですね、独占禁止法についてそれほどここで詳しく語れる知識がないので何とも言えないですけど、いつかちょっと調べて動画にしたいと思います。僕消費者契約法で争う余地があるってずっと思ってたんですけど、最近のあの楽天の送料無料問題を考えると、あれテレビでよく優越的地位の乱用って言うじゃないですか。そこもいけんのかな。いや全然わかんないですよ。全くそこら辺関連付けて調べてないんでわかんないんですけど、ちょっとここら辺の問題については細かくしつこくやっていこうと思います。というわけで、ここはどこだ、どこだ、調布だ。現場からは以上でございます。